フェイバー隊長、ローハイドは、1959年から1965年にかけて、米 CBS で制作、放送されたドラマである。日本では、同時期の1959年から1965年まで、ネット系で放送された。その後、数度再放送が行われ、2006年に NHKBS2、2017年には、イマジカ BS でも放送された。 ロディ南北戦争後の1870年代のアメリカ西部を舞台にテキサス州のサンアントニオからミズーリ州のセゲリアまで約3000頭の牛を運ぶカウボーイたちの長い道中ロングドライブで起こる様々な出来事や事件を描く主演は隊長ギルフェイバー副隊長のロディ・エーツでこれに石膏ピート・ノーラン料理人ウィッシュボンラが絡む一話完結の番組であった 英語のローハイドは、ロー、ハイド、つまり、生皮、生皮のムチ、生皮のムチで打つなどを意味するが、そこから派生して、カウボーイたちのズボンの上から着用する革製のズボンカバーのことを指す言葉でもあり、この番組では初期に、そのように説明されていた。そしてローハイドの主題歌では、歌の合間に牛を追う掛け声と、ムチ音が鳴り響いている。1959年1月から、 アメリカ CBS で放送されて、日本では同年11月から翌1960年4月まで、第1シーズン全22話が毎週土曜日夜10時から放映された。このローハイドの日本での放送は、単発番組を除いて、テレビ映画としては、初の1時間番組であった。 その後1960年10月から再開されて1964年6月まで同じ時間帯で放送され、1964年7月から同年12月まで毎週月曜日夜8時に移り、この間に第2シーズンから第6シーズンまでの分が放映された。そして翌1965年4月から同年10月まで、毎週木曜日夜8時から第7シーズンの分まで、 放映されて、日本での放送は終わっている。日本のネットでの最高視聴率は1961年8月5日、放送の43.4%。アメリカでは、全8シーズン217話が制作されたが、日本では7シーズンまでの203話が放送された。シエブウーリーとポール・ブラインガー。ありがとうございます。